ジャンベルトラン・アリスティド、ジャンベルトラン・アリスティド、ジーン、ベルトラン・アリスティード、1953年7月15日帯、は、ハイチの元司祭、元大統領、在任一期前半1991年2月7日から9月29日、後半1994年10月15日から1996年2月6日、二期二千一年二月から二千四年二月十九日。 法的には、人気未了。元サレジオ会し祭で、解放の進学の熱心な実践者であった。大会後、政治活動に身を投じ期待されて、民主的な選挙で選ばれた初の大統領となった。貧困層を支持母体に、教育の普及に努めた。評論家の中には、彼が独裁者となり、不人気であったために二度打倒されたとみなす者もいる。 一度目は1991年9月の軍事クーデターであり、二度目は2004年2月の元軍人が多数参加した反乱である。軍事政権の生産が不十分で、国外からの干渉を受け続け、各地で軍事政権の残党が放棄したのに対し、アリスティドはこれらの一部を弾圧し殺害した。その前後に多くの支持者が暗殺された。内戦が激化し、最終的に、 アメリカの手配した飛行機によって中央アフリカへ脱出した。2期目の終焉となった2004年2月のクーデターについて亡命先の南アフリカで本人は米国とフランスにを誘拐であり自分が法的で正当な大統領であると訴えている。アリスティドは1953年7月15日ポール・サリューで生まれたポルト・オプランスで教育を受け 1974年にノートルダム大学に進んだ。それからドミニカ共和国のラベガで修練期の要請を受け、ハイチに戻り、ハイチ国立大学で心理学、ノートルダムの大学院で哲学を専攻した。1979年に大学院の研究を終えた後にイタリアとイスラエルで学びつつヨーロッパを旅行した。アリスティドは1983年に 彼の除会式のためにハイチに戻った。アリスティドはポルトオ・プランスの小さな小教区のジョニー司祭に任じられ、ついで少し大きなラサィーヌというスラムを含んだ小教区へ転属となり、小さいアリスティドという意味のティティド類はティティというクレオールの愛称を得た。解放の進学の実践において彼はハイチのカトリック教会のよりラディカルな派、クレオールで小さな教会を意味する。 ティレグラズの指導的な人物なり、国営カトリックラジオの放送で、自らの説教を流すようになった。デュバリエ政権は彼を繰り返し黙らせようとした。1986年4月の政権の崩壊だけが、彼を救った。1988年9月アリスティドは、サレジオ海から、憎しみと暴力、階級闘争の公用を煽っているとされ追放された。 1995年アリスティドは司祭職を離れた。1996年米国籍のミルドレ・トゥルイオと結婚し、彼女との間に二人の娘がいる。暴力により妨害された1987年の国政選挙に続いた1990年の選挙は慎重に準備された。アリスティドは大統領選挙への立候補を宣言し、 その後6週間の選挙運動で、彼の支持者のラベイラズ八系のクレオール語で洪水あるいは急流は小さい聖職者に票の67%を与え12月16日大統領に選出した。同時に立候補していた米国の外儡候補マルクバザンの得票は14%だった。アリスティドは1991年2月7日に、 就任し、米海兵隊の抑圧下での1987年のボイコット選挙で選ばれたレスリー・マニガに次ぐ配置で二人目の民選大統領となった。そしてマニガ同様1年に満たずに9月30日に軍のラウル・セドラによるクーデターで職を追われた。ボートピープルの大量脱出がそれに続いた。米国沿岸警備隊は1991年の1992年の 間にその前の10年間の救助者の合計よりも多い合計4万1342人のハイチ人を救助した95%は後に強制送還。アリスティドはその亡命生活をベネズエラと米国で過ごし国際的な支持を取り付けるために奔走した。国連など国際的な圧力のもとで軍事政権は譲歩し米軍を中心とした国際連合ハイチミッションが 全道に展開した。1994年10月15日アリスティドはハイチに戻り職務に復帰した。軍事政権はハイチの弱い経済に強い一撃を与えた。アリスティドは経済対策に人気の多くを費やした。アリスティドはまた米州学校出身の軍の将校を追放し、代わって警察部隊を創設した。1995年6月の国会選挙では、 多党連合である、ラバラ政治機構、オピール、オーガナゼーションパリティックラベイラズが圧勝した。アリスティドの最初の任期は1996年2月に終わり、憲法上彼が連続した任期を務めることは認められていなかった。アリスティドは、彼が次の選挙の前に追放で失った3年を務めるべきか、または彼の就任の日付から、 在任期間が厳密に数えられるべきかに関していくつかの論争があった。米国の圧力の下で今回は後者であるべきだと決められた。アリスティドの際だった協力者で1991年以来、アリスティドの下で首相を務めたルネガルシア・プレバルが1995年の大統領選挙で88%の得票で当選した。これは配置市場で初めての平和的で、 民主的な権力の移行だった。1996年の終わりにアリスティドは、オピールから分かれて、新党ラバラの家族、ファンミー・ラベイラズ、FL を結成した。上下院ともで多数を占めたオピールは、後に略称はそのままで、戦う、人民機構、オーガニーション・ジュ・パープラ・イエ・ヌルトに解消した。1997年4月の上院選挙は、登録有権者の 約5%のみの投票で、不正投票の主張で悩まされたプレバル政権は選挙、結果の受け入れを拒否した。次の2000年3月の選挙も、国会全体で同様のことが起こった。ハンアリスティド派の所有するラジオ局は投票率が約10%だと伝えた。選挙管理委員会と国際監視団は約60%と発表した。FL が対象したが、 開票する際に、暫定選挙委員会、コンセイユエレクタールプリバイズやセップによって使用された方法は、野党から拒絶され選挙の無効要求された。その野党は、民主的結束、コンバージェンスデマクリティック、CD として連合した。アリスティドは2000年11月の大統領選挙で91.8%の、得票で当選した。ほとんどの反対派は、 公正な機会が得られないと主張して、この選挙をボイコットした。選挙後、米州機構は、選挙が不公平であり、票を数える方法論で失敗したという報告を提出した。アリスキドの支持者は、OAS 報告書がただ大統領の政策への敵意のみに基づいて、米国により気とさたものだと非難した。また彼らは、なぜあらかじめ開票の過程を意識していた組織が、 選挙結果が出るまで方法論に異議を唱えずに待ったのか疑問を呈した。国際組織の独立監視団、施設のボランティア組織は選挙がスムーズに行われたと報告し、彼らは不正が行われなかったと証言した。しかし、西側の政府の大半が選挙にあからさまな不正があったと非難した。反応として、アリスティド政権が不正であり金が浪費されると恐れて、 クリントン政権は、米州開発銀行からハイチェの億ドルの対応を妨げるために、欧州連合と共に働きかけた。ブッシュ政権は拒否権の行使という形でこれを実行した。2001年2月7日アリスティドは2期目の大統領として宣誓した。同じ日 CD は、メトル、ジェラール・グルグを宣誓の上で、新暫定政府の代表に就任させた。アリスティドは、 セップの改革に合意したが、反対派の支持者を新体制に組み込むことはしなかった。選挙無効の主張時に二人が自ら辞任している。ジャンマリシェルスタは2001年3月に新首相に就任した。CD はこれらを拒絶し、その対応として政権はグルグを逮捕しようとした。政治上の支配が不安定なのに合わせ経済も不調だった。アリスティドは反対派と妥協を図り、 選挙で不正があったと主張された上院議員、与党7人、野党1人が2001年6月に辞職したが、FL と CD の話し合いは合意に至らなかった。2001年12月中旬にクーデターが試みられた。経済が落ち込み続けシェルスタは2002年1月に辞職した。3月15日アリスティドは公認の首相にイボン・ネプチューンを任命した。 反アリスティド派の反対により2003年後半に予定されていた選挙は実施されなかった。その結果ほとんどの議員の任期は1月に期限が切れ、アリスティドは布告による政権運営を強いられた。彼は6ヶ月以内の選挙を約束したが、反対派はアリスティドの辞任以外を拒絶した。2004年アリスティドに批判的なジャーナリストは攻撃や脅迫を受けた。 テロの風潮は二人のジャーナリストの殺害事件の刑罰の免除によって支えられた。アリスティドはテレビへの支配を広げたが、ラジオは最もポピュラーなニュースメディアであり続けた。また報道は暴力の犠牲者だった。国境なき記者団は2003年にジャーナリストに対して約30件の脅迫や攻撃を記録した。2004年には700件が報告されている。 この年に状況は一層悪化した。アリスティドは反アリスティド派とそのメディアに対抗する手段として一部で、指名る怪物として知られるギャング団の構成員の力に頼った。また彼の政権は反対派から特殊部隊を持ち、秘密警察部隊はデュバリエフ氏、1957年から1986年の下のトントンマクウとセドラ軍勢。 1991年から1994年、カノアタシェのように政権の汚いこと、拷問と処刑を担い、市民から強奪した。彼が過去に戦った独裁者のように元貧民外の聖職者アリスティドは抗議に対応して断固たる処置を取ったと評される。彼の退陣を求めるデモに対して数十人の人々がシメールにより殺傷されたとされる。 アミオメテエ率いる、一食い軍と呼ばれ、恐れられた民兵組織は2001年12月に、ゴナイーブでアリスティド支持を唱え反アリスティド派を虐殺し、2002年7月投獄されたが翌月に脱獄し、反アリスティド派への襲撃を繰り返した後2003年9月自身も残殺された。それ以降弟のビタメテエは、女のり反アリスティドに転じた。 2004年1月に、反アリスティド派支持者とアリスティド支持者の間の暴力が急激に拡大した。2004年2月5日に、アリスティドに対する主な反乱の始まりとなった革命再建抵抗戦線と自称した反乱が、ハイチの4番目に大きい都市5ナイーブを支配下に収めた。2月22日までに、元警察本部長で2000年10月のクーデター。 首謀者であったギフィリップ率いる反乱軍がハイチの2番目に大きい都市会社を占領した。ハイチは反乱軍に占拠された北と政府に維持された南とに二条分割された。反乱軍が使用した重火器その他の装備はドミニカ共和国経由で米国から提供されてたため、マイアミのアリスティドの弁護士は軍事クーデターだと非難した。 2月末までに反乱軍はポルトー・プランスまで数マイルにまで迫った。またそれまでにアリスティドが最低賃金を引き上げたことへの反対からハイチの政治に介入し民主主義プラットフォームを組織ていた米国籍のレバノン人企業主アンドレア・パイドは平和的行動を装って挑発しアリスティッドへの避難を呼ぶことを画策した。2004年2月29日早朝アリスティドは後に フランスと米国政府の命によると判明した米国が派遣した飛行機で中央アフリカへ飛び立った。この出国にまつわる事情に関しては論争がある。2004年4月のワシントンタイムズによれば政権離脱を強要するように共謀した合衆国とフランスを起訴するアリスティド氏は先週アフリカへの彼のフライトに関する殺人の脅迫、誘拐。 および監禁の罪で無名のフランス商工を起訴、パリで訴訟を起こした。ブッシュ政権はアリスティド氏が直接助けを求めて自発的に米国の飛行機に搭乗したと主張する。彼は自身で自発的に辞表を作成して署名し、彼の妻と彼自身の警護員と共に自ら出国した。とパウエル氏は語った。多くのメディア情報筋がアリスティドが辞職し、 南アフリカに亡命を拒否されたと報じた。2004年3月1日、米国カリフォルニア州選出の国会議員マクシン・ウォーターズは、アリスティドと家族的に友人であるランダル・ロビンソンによれば、アリスティドが隠し持った携帯電話を使って彼らに語ったところでは、彼が合衆国外交官と海兵隊に強いられ彼の意思に反死職し、彼は自らの意思に反して誘拐され、 正体不明な武装軍人の護衛により人質として監禁され続けたとそれぞれ報告した。アリスティドが中央アフリカ共和国でフランス人将校に護衛されていかどうか尋ねたときにフランスの国防省はアリスティドは保護されているのであり収監されているのではない彼ができるなら離れられる中央アフリカに滞在する多数のフランス将校は そこでの金の出来事に対応するために滞在しており、アリスティドの巨来を支配しない、と答えた。マクシン・ウォーターズと別の米国会議員、チャールズ・ランゲルは、アリスティドの家の管理人が、アリスティドが手錠をかけられ、銃口を向けられ、連れ去られたと主張したと AFP が報じたが、携帯電話でアリスティドと話したところ、アリスティドは、彼が連れ去られる、ま、手錠をかけられていなかったと語った。 と報告した。別の報道では、アリスティドのゴエータの通常任務についていた、米国の重武装した部隊がアリスティドを連行した。アリスティドが CNN に語ったところでは、彼が辞職し飛行機に搭乗して、配置を去るように強要した、未確認の民間米国人と配置人がいた。米副大統領、ディック・チェーニーと米国務長官。 コリン・パウエルはアリスティドが自ら辞任したと報告した。AP 通信はアリスティドのメディアを通じた抗議が中央アフリカへの圧力を呼んでおり、中央アフリカがアリスティドに米国への避難を止めるように要請したと報じた。アリスティドは彼が述べた条件、流血が避けられるのなら私がサローを取り除く形で売り込まれている辞職声明が変更されたとさらに申し立てた。 これは、アリスティドのオリジナルの声明に関するロイターの翻訳で確認された。一つの文を除いて、声明は一後一後一致する。そして、条件文が取り除かれている。2004年3月14日フランス及び、米国政府の意に反し彼はジャマイカへ向けて、中央アフリカを去った。両国は、領域での彼の存在がハイチに拡乱効果を持つとしている。 米国の在配地大使、ジェームス・フォーリーは配地から少なくとも150マイル常に離れるようアリスティドに警告した。コンドリー・ザ・ライスは彼女が西半球に彼がいることを望まないとごたことが報告されている。ジャマイカに到着した後にアリスティドはフルインタビューに答えた。そこで彼は以下の詳細について非難した。 米国はこれらの詳細について肯定も否定もしないが、アリスティドが進んで去ったと主張した。彼は、反乱軍が首都を攻撃した、前日の2004年2月28日に、米国大使、ジェームス・フォーリーに会った。フォーリーはアリスティドがその前の晩にしたように、国営テレビ放送で国民に静寂を保つように、アピールしに行くことに同意した。彼が住居に到着した時、そこは、 彼が気が引けるほどの、ほぼ米国の、数千人の部隊に囲まれた。米国人は彼らが、メディアに、彼を護衛する形で安全を彼に提供すると彼に、言った。しかし代わりに、米国機が側にある状態で彼らは彼をまっすぐ白い、無印の飛行機に連れて行った。そして完全装備の一度機内の文化風の服に、着替えた、米国の軍勢に後をつけられて彼はそれに乗り込むと、 死いられた。機内に彼の妻とスティール財団、民間軍事会社の19人のメンバーがいた。アリスティドの証言は、パイロットとアリスティドの補佐官、フランツガブリエルの二人の目撃者によって直接裏付けられた。また、保護の詳細について、米国人の警備員がアリスティドを誘い出すな、逃げ口上でワシントンポストに語った。それは、ただのインチキだ。 それは彼らがでっち上げた話だ。2004年5月31日アリスティドと彼の家族は黒人議員連盟の米国会議員と共にヨハネスブルグ南アフリカに飛んだ。南アフリカは一時的に彼の滞在を認めた。ハイチからの彼の出国の一年後に宮殿の警護官の長屋空港管理者を含む彼の政権の数人の交換が 麻薬取引により、米国政府に逮捕、有罪の宣告を受けた。元大統領に、全く責任のない多くの事柄がアリスティドに、関連付けられている。2005年10月22日、パウエル前国務長官の元首席補佐官、ローレンス・ウィルカーソンは、エイミー・グッドマンのインタビューで、アリスティドを批評した。 2010年に発生したハイチ自身の復興支援のために帰国する用意があるとロイター通信を通じて語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。